演舞開演。どうも、皆さんメリークリスマスにはまだ早いかもしれませんが、その早いことをもうやっているお店もありますね。そう、ミスタードーナツです。というわけで今日はミスタードーナツとクリスマスドーナツ5種類を食べたいと思います。まずは一番上の飾りからいくかな。ポンデリース、ピスタチオフレーバー。昨年発売のラズベリーやチョコに加えて新たにピスタチオが加わりましたね。ではいただきます。ピスタチオの風味とっても美味しいです。ピスタチオのチョコレートにはほのかな味が入っており、それが程よい刺激になっていてとっても美味しかったです。ピスタチオドーナツもっと食べたいね。続きましてはこちらのかわいい雪だるまちゃん。2種類のホイップクリームが楽しめるということなんですが、では食べてみたいと思います。一口で上食べちゃいましたね。すみません。続けてこちらのいちご雪だるまちゃんもいただきます。ではあなたはこちらからいただきます。これなら見えるでしょう。どちらの雪だるまちゃんも下の下半身のホイップクリームは同じですね。さっぱりとした淡泊あっさりとしたあのエンゼルクリームなんかにも入ってるホイップです。でも上の方にはいちごの酸味、マロンの甘みがそれぞれ入っていて、それらの味が口中にふわっと広がりました。そしてラストはまだまだ可愛い、可愛いは正義、まだまだいきますね。こちらタナヘイの小動物ビスケ&ウサギというですね。こうして見ると可愛いですが、まあ開けてみるとなんてことはないですね。ちょっと失礼ですよ。ではいただきます。あれザクザクしてないって、それはビスケか。こちらはイチゴちゃんですね。最後のドーナツもいただきます。締めにふさわしい可愛さと酸味で、かわいい動物のドーナツですね。中身は特に変わったところはなかったですね。普通に美味しくさっくりといただくことができました。いちご味の方が酸味がある分若干美味しかったかな。今年もどのドーナツも美味しかったですが、個人的には2つの味を楽しめる雪だるまの特にマロンのクリームが好みでした。あとピスタチオも美味しかったので、もっといろいろ食べてみたいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。